その日、私と天平さんは岩国の宿に一泊した。明日私は岩国から徳山への道を歩く。29年前、かな子ちゃんが歩いた道を。天平さんの考えだった。澄子さんのお母さんとはひとまず別れ、安藤一助さんの案内でその道を歩き出した。昭和20年8月、一助さんがかな子ちゃんを連れて歩いた道だった。どうしました？信じてください。わしゃほんまにちゃんとかな子ちゃんを送り届けようちとったんじゃ。信じます。わしゃは精一杯じゃった。安藤さんはそのことでご自分を責めてらしたんですね。それで澄子さんのところに防空頭巾を届けた時もすぐ帰ってしまわれたんですね。二宮さんの今はの願いを果たせませんでしたけど、かな子ちゃんが走っていってしまった時、もし追おうとすればできたのかもしれません。わしゃ後で何度もそう思いました。知らないうちにあの子が重荷になっていて、いなくなってくれてわしはほっとしたんじゃなかろうか。わしはもう、だってその時はみんな自分が生きていくのに精一杯だったんですもの。たとえそう考えたとしても無理ありません。後で落ち着いてからわしは気になって気になって仕方がなかった。無事に生きちょってくれ。わしは何度もお祈りしましたっちゃ。さあ、もう細い道を入りましての、こっちの方が近道ですけど、
確かに後から考えてみれば、かな子ちゃんはあの時のショックで頭が混乱しちょったんでしょう。もしかするとトラックから投げ出された時は頭を強く打ち寄ったのかもしれません。まるでもう夢の中歩いてるような様子じゃった。わしのことをしつこくお父さんお父さんと呼んだのもそのためだったんでしょう。そのわしは怒鳴りつけてしまったりして、分からなくなっていたんです。貸してみ、ほら見ろ、お前の名は桃園加奈子じゃ。ほらここに書いてあるじゃろ、お前はわしの子じゃない。これで分かったか。何をするんじゃ。名札がなかったんだわ。誰かが引きちぎったんじゃなく、私が自分で取ってしまったんだわ。お前がそんなことするからじゃ。あっちの破る中へ加奈子ちゃん走り込んだ。わしはここに倒れちゃって、そう間違いありません。あっちの方角へ走り去ったんじゃ。ある日、突然うちはそこにいた。なぜそこに自分がいるのかわからなかった。人さらいにあったのかと思った。
うちは登った。ただその方向に顔が向いていたということがその出発の理由だった。会えちゃったんじゃ。うちがかなこちゃんじゃった。かなこちゃんはうちじゃった。足りない朝のために。